はい、おはようございます。今日ね、今年は桜エビが、順調に入ってきました。素晴らしいですね。去年一昨年でも本当なかったんですよ。で、少しまあ名目上ね、どう言ってんだろう、まあ漁業資源をやめた、少し漁を少しコントロールしたので桜エビが戻ったとはなってますが、これね、まだそこまで断定はできないと僕は思います。っていうのは、産卵の時期は漁をしないとかね、すごくね、この漁連はね、桜エビの漁連はすごく気を使ってやってるんですけども、気温の変化、それから気象の変化によって、その時期が微妙にずれてるんじゃないかっていうのを動画を去年出したんですけど、つまりこの時期は取ってもいい、ところがこの時期は取っちゃダメと決めてますよね。ただそれがもしずれてたら、産卵時期に取って今取らなきゃ、取っちゃダメの時に取り、今取るべき時に取らないと、そういう逆転現象が起きてる可能性があるのと、それでこれ順調にこのまま夏にかけてずっと平均的に漁獲量があるのかというところもやっぱ不透明ですね。だからまあどこまでこの状態が続くかと、で今年1年なのか来年も豊漁になるのか、その辺はまあ見極めが必要なので、うちは早めにこれは提供したいと思って、本当今日入ったやつをピシッと押さえて、あとうちの冷凍庫にも入れて、コントロールしようと思います。でね、これ夫婦船っていうね、船で要するにこう結婚式とかね、縁起物でよく使うこともあるんだけど、なぜ縁起物っていうと、これ夫婦で2隻の船でこう出るんですが、これね、夫婦船っつって、漁法がね、もう本当の2人の呼吸が合わなければなかなか、いい漁獲が見込めないっていう、本当呼吸を合わせる漁法なんでね、その辺はね、自分でちょっと調べてみると面白いかと思います。で早速ね、これが今日上がりました。まあね、片栗と小麦粉、まあちょっと片栗を作るか今日は。で水分を使わずこう仕上げてみました。こんな感じです、ね、早速これね、冷えたらパック詰めしていきたいと思います。それでは今日はね、駿河湾の、桜エビでした。以上です。また明日。